ああ。どうしたんですか？ああ。ビブラート聞いてますけど。ああ。ご本家の方がいる前でその木魚叩く系の動きやめてください。知ってた木魚っていうのはどういう言われがあるかっていうと、うん、寝ないためっていうふうに言われてるんですけども、はいはい、お寺とか、はい、まあ鯉が、ね、池にいるんですけど、はい、目閉じないんですよね絶対、はい、だから起きてるという意味で木魚というふうに言われると聞きました。トリビアいらないんです。何なんですか今日は。今日は小焼きエムログです。小焼きエムログ、はい、三木大雲先生お名前で三木さん、はい、日本のねお母様の三木さん、やめてくださいよ実はですね、ミキさん、はい、僕 YouTube やってるんですけども、はい、どうやらですね、女性のファンがいらっしゃる、少なくいるんですけども、はい、めちゃくちゃ僕に憑依してるんですって。憑依して、特に悪さをするわけでもないから、うん、ほっといてもいいと、はい、シークエンス早友さんという芸人さんに言われたんですよ、はいはいはい、だからそれを除霊してもいいんだけども、うん、どうせまたすぐ戻ってくるよって言われて、もう諦めて、うん、僕はたくさんの今女の子たちの生きるよう小覚悟をしたんですよ。だったらもう受け負ってやろうみたいなただですね、はい、2つ気になることがあって、はい、右におじい、左におばあの死んだ、人たちが乗ってるということで、うん、それは除霊した方がいいよっていうふうに言われてたんですよ、うん、はい、そうだからこれを見てもらいたいな今の状況をと思ってお声掛けさせていただいたんですけど、あ、なるほど、はい、ちょっとお願いできますか。はいはい、見ていただいた時は別だと思うんですけど、私は今現時点では何かついてるというふうには私は正直感じないです。あれ、おじいとおばあ、僕がいるのはいいんだけど家賃払えって言ったから出てったかもしれない福岡とかに置いてきちゃったかもしれない。そう、なんか実際問題、ちょっとすっきりはしたんですよ。で、何があったかって言ったら、うん、はい、日本酒とお塩をお風呂に入れるだけでもいいと、はいはいはい、聞いたので、それで多分ちょっと浄化されたのかなっていう気はするんですよ、うん、なるほど、はい、ただ体はすっきりしたんですけど、僕のおかげさまで今年たくさんのいろんなお話、まあ、チャンスをいただいていて、はい、それが自分がやったことがないまだ世界なので、はい、ちゃんと健康無事にそれが終われるようにっていう意味も込めて、奴隷じゃないですね、じゃあご祈祷みたいな感じですかね、はいはいはい、なんかいただけたら嬉しいなというふうに思ってるんですけど。わかりました。あ、ごめんなさい、ちょっと紹介が遅れてしまったんですけど、はい、三木大雲さんです。蓮久寺の住職の三木大雲と申します。普段ちょっと怪談和尚というふうに呼ばれてまして、怪談を実はメインにしてるんではなくて、怪談説法っていう、いや珍しいですよね、今時建築で怪談ばっかり。違います、そっちの怪談じゃないですもう優しい方だからどうしたらいいんだ。さっきちょっと軽くお話しして、はい、これいけるなと思って。いけるな、違う違う、ダメですよそういう雑なボケやめて、そんな両手合わせて軽々しく、はい、で怪談説法って言いまして、はい、怪談話からお説法するっていうちょっと形を取ってました。変わってますよね。そうなんです、もともとは暴走族の人たちに夜集まってたので、はい、そこへ行ってお坊さんの話聞いてって、天上天下有限独尊って刺繍、はいはい、してますから、はいはい、これはもう仏教徒の集まりかなっていうぐらい、お釈迦様が一番最初に説かれた言葉なので、それについて話しませんかって言ったのが実はきっかけで。なるほど、じゃあ関東卍会をぶっ潰したのは先生。違います、ぶっ潰してないですぶっ潰してない。俺が後ろにいる限り誰も負けねえんだよ。久しぶりについてあの懐かしいついてると思いますたまにね、いろんなキャラが憑依してくるんで、そういう瞬間は場面場面であるかもしれません。なるほど、はい、はい、ということで、そのすごい、三木先生なんで、先生って呼んでいいんですかね。いえいえ、もうあの、はい、先生なんて呼ばないでください。三木ちゃま、はい、三木ちゃま受け入れないでください。三木さんでやり取りしましょう。僕頼みます。普段 YouTube をされていて、今もう22万人は。そうですね、はい、すごい、すごくないですか。もう階段を作るだけで違うって。だから22万人、階段そっちじゃないです。僕の大好きな翔さんのあの恒例のネタみたいなのしなくていいですで、まあなんか変なものが憑依してるわけじゃないから、それ自体はじゃあちょっと置いといたし、ご祈祷いただくのと、まあ、せっかく怪談和尚さんとして来ていただいてるんで、何か僕らに関連するというか、ちょっとオタクとか漫画とかアニメとかそういうよりの怪談が一個あったら最後にしてもらおうと思ってますんで、はい、まずちょっとご祈祷の方がちょっと、はい、なんとか成功したいんです。僕ちょっとじゃあさせていただいてお願いします。あー来た、あー来てる、うーん来てる、
こんな感じなんです。割とさっき、はい、マイキーの時にやりかけてた動作が本当にそこの初期だったってことでびっくりしました。でもこんな感じでいいんですね。はい、こういうので、こういうの、そうですね、いろんな方法があるんですけども、私のやり方っていうのは、うん、今一瞬ですけど本気で幸せになってっていう念を送る。へえ、幸せについて本気出して考えてみた、バイポルノグラフィティなのかもしれないですね。すごい。実はお札もお守りも全部そうなんですけど、はい、私のお寺で発行するやつは1日私と一緒に寝るっていう。羨ましい。一晩過ごすんです。女の子と一晩過ごす。違いますよ、お札お守りです。お札とね、何言ってんすか。まだちょっと高齢のやつやんなくていいんすよ。今日何回見るんだよこれ。幸せになってくださいっていう念、これもお経読めない方でも誰でもできるので、うんうん、これが実は一番いいお祓いなんです。なるほど。なんか聞く人によると、なんかスピリチュアル的な感覚もあるじゃないですか。念って言ってもね、形にはない見えないものですから、うん、はい、そんなのあるんかいと思いますけども、念というのは絶対存在しますよね。そうなんです。僕もこれはめっちゃ信じてるんですよ。これが実は私たちの未来を作るんです。この念が全て未来につながるっていう風にお経の中で書かれてるんですけど、うんうん、これをまたちょっとお話したいなと思うんですけど、ね、いやすごい、念を込めるってよく言いますけども、うん、これが実際にあるということですか。あるんです、あるんです。念込めて妙にちょっと念を送る。はいはい、え、もうライブで歌詞を間違えますよって念を送ったから。ひどいな、次回のライブ怖で、それ冗談ですけど、はい、ちょっとお聞かせいただいていいですか。はい、例えばですけども、人の思いっていうのは実は形に全てなるんですね、うんうん、え、いや、この念の強さが、うん、お坊さんとか出家者って、まあ、一応私も一つの修行みたいなのするんですけど、それをやっていくことで強めることができるんですよ。へえ。これをやっていくと、悪い方に使うっていうと失敗することが多いんですけど、いい方に使えるんですね。で、例えば、まあ、私のお寺は元灰寺だったんですけど、ボロボロで、はいはい、で建て直すのにやっぱりもう2億円ぐらいかかる。2億円、すごい。でもそんなお金なかなかね、そうなんです、手に入らないですけど、うん、でそこでまあちょっとお願いしますっていう念を神様仏様にお送りしてですね、うん、そしたらまあある日夢を見て、うん、はい、端的に言うと宝くじを買いに行きなさいと。え、意外なお告げよね。なんかそれ、そうです、そうです、うん、意外なお告げだったんですけど、うん、行っていろんな宝くじがあるんですよね、種類が、はいはい、でその中でも夢に七福神さんが出てきたので、はいはいはい、たまたま七福神さんの絵の描いたやつがあって、うんうんうん、でバラで買いなさいって言われたので、はいはいはい、バラで10枚買って。なるほどね。でそれが後日1億5000万あった。はぁ、1億5000万、1億5000万ですか。1円億くんちゃいますよ、ほんまに。言ってるんですか。どういうダジャレの言い方。1億5千万を当てる、まあ、初めてです、僕1億以上当てた人に会ったのが。ああ、そうですか。すごい、当たる人いるんだ、ちゃんとって。これも正しい念をやっぱやっていくと現実世界を変えることができるっていう、まあ、一つの証明。いや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 、すごい。未来を変える権利はみんな平等にあるんですね。ベッチね。はいはい、すごいっすね、それなんか。そうなんです。この世の人たちがどう考えるかで、この国、この星の行く末も変わっていくんですね。なるほど。いや、もうみんなのその祈りが未来を作っていくってことですもんね。そうです、そうです。なるほど。この辺が悪い方に働いた、あるお宅の方の話を、じゃあ、そうならないためにもちゃんと聞こう。あ、そうですね。ね、うん、ね、特に元お宅なんで、そうです、気持ち悪いからね。はい、気持ち悪いっていうのはよくない、お宅の作りの方で。はい、とあるお宅の方がおられまして、はい、この方が、うん、いわゆるレンタル彼女ってわかります？あ、1時間いくらか お支払いすると、まあ、その時ちょっと話し相手になってくれる。そうですね。だから別に体の関係とかじゃなく、ちょっとボックスに行ったりとか、ね、そうです、カラオケ行ったりみたいなのがありましたね。でこの女の子の方と私が知り合いでして、で、まあ、その女の子が行ったら、うん、お宅の男性が一番最初お客さんで来られて、はいはいはい、女の子にしたら、うん、気に入ってもらえたら次指名がかかるので。そういうことですよね。指名がかかると少し値段が上がるんです、うん、いただけるお金、うん、なるほど。気に入られようと思って行ったら、まあ、その男性の方が女性と喋るっていうことが苦手で、あーはーはー、でもめちゃくちゃ緊張されてた。なるほど、なるほど。すいませんみたいな感じだったので、いや、リラックスしてくださいよ、うん、そしたらその人が、はい、どうやったらこう女性にモテますかねみたいな。ああ、なるほどね、悩みますよそれね、で、まあ、ちょっとロングヘアをされてたので、おうおう、でロングヘアで小太りの方だったらしいんですけど、あらあらあら、一旦ちょっとショートヘアにされたらどうですかって、うんうんうん、で、あ、分かりました。で、まあ、帰っていかれて、うんうんうん、で次にまた指名がかかってお会いした時にショートヘアにされたそうなんです。あ、いいじゃないですか、清潔感が出てね。そうです、そうです、うん、で、あ、素敵になられましたって言って、またじゃあ次どうしたらいいですか、うんうん、次
はそうですね、ランニングとかしてちょっと痩せられたらどうですか。ああ、そうですね、ちょっとぽっちゃりですからね、でじゃあちょっと頑張りますと、はい、で帰り際に、よかったらこれどうぞって、なんか熊のぬいぐるみが好きっていう話をしてたそうなんですけど、熊のぬいぐるみのついた帽子をプレゼントされたそうなんです。おー、なるほど。で、ありがとうございます、うん、これじゃあもうかぶりますねって言いながらも、日常につけるような帽子じゃなかったらしいですよね。ちょっと恥ずかしいね。ちょっと恥ずかしい、うんうん、でもまあその方の気持ちがあるのでって持って帰られて、うんうん、次にまたお会いした時には足を引きずってられたんですよ。え、何があったんですか。で、どうしたんですかって聞くと、いや実はランニングしてて足をぐねりましたと、うんうん、あら。で少し痩せてられて、はいはい、努力家な方だなって、この女の子も少しこう気になってき始めて、うん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 、じゃあ次お会いしましょうねなんて言うと、また別れ際に、うん、よかったらどうぞってこのスリッパもらったそうなんです。スリッパね、このね、でこのスリッパも熊のぬいぐるみがついたそうで、なんで、ありがとうございます、毎日履かせてもらいますって家帰って、うん、でその時ぐらいからちょっと具合が悪くなってきて、毎日しんどいな、なんとなく、うん、で風邪かなと思って病院行くんですけど、うん、何も悪くないと、うん、でもおかしいなと思ってる間も指名がかかって何度かあったんですけども、うん、しんどくて行けなかったそうなんです。なるほど。でもある時にもう一回ちょっとまた指名がかかった、今度は行こうと言ってた、うん、まあ、その方からまた連絡があって、うん、で会いに行かれたそうなんですね、うん、そしたらマスクされてて、まあ、まだコロナ前の話なんです、はい、はいはいはい。であれどうされたんですかって言ったら、いやちょっと風邪ひきましてと。あ、相手は風邪をひいてしんどい中会いに来てくれる、うんうん、私はしんどかったからごめんなさいって断り続けてた。あら、ちょっとかわいそうなことしたなと思って、うん、あ、すいませんでした、実は私も風邪ひいてしんどかったんですって言ったら、うん、その男性がどんな風にしんどかったんですか、うん、実はちょっと熱があってね、うん、何度でしたか、うん、何度ぐらい熱が続きました、うんうん、咳はどうですかといろいろ聞かれるそうなんです、はいはいはい、なんでこんな詳しく聞くんですかって言ったら、ノートにメモリ出して、いや、あなたにちゃんと会ったお医者さんをこれから探します。え、めちゃくちゃ優しい人、うんうん、すごいね。で、うわ優しいと思いながらも、まあちょっともしんどいので、また次また病気が治ったら元気な姿で会いましょうねって言ったら、最後に別れ際に、しんどいでしょうけどこの熊のぬいぐるみを抱っこして乗り切ってくださいって言われて、でまた熊シリーズ、そうなんですよ、うんうん、でまた、あ、熊のぬいぐるみ今度もらって、ありがとうございますって帰ったそうなんですね。奇跡的にめっちゃいいです。で帰られて、はい、ずっと実はその子大学生だったんですけど、大学をずっと休むんですよ、体調不良、はい、あら。そ友達が心配して来た時に、その友達が少し霊感のある人で、はいはい、ちょっとおかしくない、家が暗いよって言われて、うわ、でどういうことって言ってたら、どういうこと、持ってるこのクマちゃんが怖いって言い出すんですって。うわ、で、いや、やめて、これすごい親切なお客さんからもらったし、うん、はいはい、その人から他にプレゼントされてないって言って、帽子とスリッパ、そうね、このぬいぐるみ、うん、って言ったら、それを持ってすぐ三木住職のとこ行こうって言われて、それで三木さんで、うちのところに来られまして、はいはい、で、そのお話を聞いて、三木住職、この熊のぬいぐるみ見てどう思いますか。私はそんなに変な感じ正直なかったんですよ、うん、はい、ただお話を聞いてちょっとまずいかなと思って、もしかするとこのプレゼントに何かあるかもしれない、うんうん、帽子もらわれましたよね。この帽子、熊のぬいぐるみのところ縫い目を切ってね、後でちゃんと戻すんで、うん、中見ていいですかって、やったらね、中からね、大量の髪の毛が出てきたんですよ。怖ー。髪の毛とある、ちょっと言えないですけど、あるものが出てきて、はい、でショートヘアにされてたでしょ。はい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 、これ詰めてられたんですよ。怖ー。で次にもらわれたスリッパ、このスリッパも熊のぬいぐるみがついてたんで見たら、その時足引きずってられましたよね、はいはい、足の爪が入ってたんですよ。何足の爪ととあるものが入ってたんです。で最後のこの熊ちゃんのぬいぐるみ、うん、マスクされてましたよね、うん、見たら中から前歯が出てきたんですよ、うん、とあるものと、でこのとあるものと、実は髪の毛、爪、歯っていうので相手に呪いかけるシステムがあるんですけど、あ、じゃあ呪いをかけようとしてたの。そうなんです。え、見ず知らずのレンタル彼女にいきなり呪いかけてたんですよ。なんで意味が分かんない。でこれなんでか意味が分からなかったんですけど、お焚き上げした結果その子元気になったんですね。あ、まあ、よかったと思って、私は実は YouTube とか、うん、いろんなところのイベントでこの話させていただくんですよ、はい、ですると呪いっていうのは現弱を本人って必ず払われると本人に返っていくんです。あ、呪いってそういうふうに言いますよね、ついてられたおじいちゃんおばあちゃんも今戻ってるんです。戻ってる、疫病は特にそうですけど、ご本人のところに思いっていうのは返っていくので。なるほどなるほどなるほど。で現弱を本人なんで人を恨むと必ず自分に返ってきますよっていう話を各地で怪談説法としてしてたんです、ね、なるほどね。そしたらある方が、私実は呪われてるんですって言って、家中の鏡バキバキに割ってられたりして、怖っ、でご祈祷してくださいって言ったら、もう家中すごいんですよ、うんうん、でうわ怖いなと思って、まあご祈祷してたら、鏡の中に俺そっくりなやついるよねとかって
おっしゃるんですよ。どういうこと？で、どういうことですかって言ったら、なんか一瞬鏡の中身の自分が遅いって言うんですよ、行動が。お前、俺じゃないやろって言ったら、向こうがよくわかったなって言って鏡の中のやつが割ってきた。ここ。C のリンゴやん。MV ね。で、殴ってきて、気がつくと家中の鏡が割れてたと。三木住職、これ、わかってるやろ、正体。言われて、なんか、その時の結構キレてこられてましたね。いや、ちょっと僕はわかんないですけど、とりあえずお経あげますと。で、お経あげて、お払いとかご祈祷して。でまあ多分この思いは返っていったと思いますみたいな。そしたら急にその方が今まで言葉が荒かったのに、ああ三木住職ありがとうございましたみたいな、人が変わったみたいな、でも三木住職のおっしゃってる通り、やっぱり人を恨むと念って返ってくるんですねって言って、で念が返ってくるってなんか恨みされてたんですかって言ったら、いや三木住職もう分かってるんでしょって言って、で何の話ですかって言ったら、ほらレンタル彼女の話って言って、前歯スポンと抜いて、嘘でしょ、あれ僕ですって言われて、嘘でしょ嘘やん。いや俺今鳥肌がえぐい、僕も鳥肌が、嘘でしょ。この話をよそでしていいですかっていう許可も取って、はい、おそらくこのチャンネルもその方ご覧になると思うんですけど、なるほど。なぜそうしたかっていうと、この方ちょっと女性に騙されて、あ今までこうなんか家がちょっと歯科医師されてたんですけど、うん、そこももう全部取られるぐらい借金で、うん、その女性に全部お金吸い取られて、うん、でそれで髪の毛の長い女性でその人に似た人をとりあえず恨みをかけていこうっていうので、まあ、それをされたんですよ。まあ、逆恨みっちゃ逆恨みですよ。そうですそうです。自分の中でそういうなんかあったんですね、動機がね。そうですそうです。なるほど。ということは、うん、今私がお祓いというか、はい、ご祈祷させていただいて、はい、幸せになりますようにっていう念と、うん、不幸になれっていう念と、うん、今回の話は不幸になれっていう念が相手に届いた、はいはい、で逆に私が幸せになってって言ってやる念がお守りであったり、うん、お札であったりっていうふうなものになるので、うんうん、お互いが好き同士というか、もう嫌いな人でも幸せになってっていうふうに思うと、うん、自分にも返ってくるし相手にも届くと。いや素敵なお話をね、やっぱりこの僕も偏方性の法則ってやったけども、いい思いで接したらいい思いで返ってくるし、悪くしたら悪くして返ってきますもんね。そうですそうです。これはほんま配信者にとっても大事よね。そのアンチとかいろんな嫌なコメントとか評判もあるけども、いちいち聞いてるんじゃない、それをもう、まあ、見てくれてありがとうっていう気もプラスな気持ちで見ておこうが相手に跳ね返っていくし、うん、そうです。途中までなんかめちゃくちゃいいお話でしたよね。なんか女の子の心配していろんなことを聞いてくるって、普通のお医者さんよりも真剣にこう問診票を取ってくるんで、そんなだけ聞いてくれるのってもう二郎系のラーメンぐらいで、ほんまにマシマシでね。そうそう、見にくれますかって言ってね。すごい良かったのにね。だからそのなんか豆さみたいのをいいように使ってくださいよね、絶対ね。そうですね。そう、そんだけできる人なんやから、うん、プラスで働くように今祈っておきましょうっていうことですよね。いやめちゃくちゃ面白い話だね。俺一番衝撃的なのは1億5000万当たったことやけどさ。ほんまにそこもすごかったですよね。ワンピース好きやし、ドラえもん好きやし、そのスターウォーズも好きっていうことで、そうなんですよ。何それ、引き寄せてますやん。これは確かになかなか出会わないですよ、そんだけ好きな人と、いや私もね、ここ来させていただいて、はい、本当に思いました。好きなものが一緒。もしかしてメロンお好きですか。メロン好き。メロンめっちゃ好きよ。私もメロンめちゃめちゃ好き。もう付き合っちゃえよ。メロメロ。いやすごい。もうお互いフォースがね感じてるということで。スターウォーズね。最後にじゃあ一つだけいいですか。はい、じゃあ実はそのね、あのカメラに映ってるそのミョンさんっていう人、はい、去年まあ音楽まあミュージシャンとしてデビューしたんですけども、はい、MV を撮る初日にバールを持った不審者に襲われたんですよ。そうなんですよ。だからもしかしたらそういう変なファンとかを寄せ付けてる可能性で、彼もちょっと最後見てあげてもらっていいですか。なるほど。はい、私はね、なんかねそれがね、厄除けに繋がってるんではないかなと思うんですよ。もともと結構こう人のお顔を見せていただくと、暗い方って、うん、性格が暗いとかじゃなくって黒く見えるんです、うん、物理的に、うん、でおそらくもともとちょっと肌が黒いと思うんですけど、うん、腹も黒いです。そんなことない、腹黒くないですよ。腹も黒いんですか。ちょっと引いちゃったじゃないですか。腹も黒いんですかこれが新しいことされる前の障害っていうのは、まあ、得てしてあるものなので、うん、これがちょうどあった方がむしろ人生とっていいかもしれないな。役よけになると良かったよ。良かった。もう一回じゃあ襲う。あれもう一回余計なこと言わないから違いますね。また来ちゃうからダメでしょそんなクマ爆笑しないでしょ。あ、そうですか。貴重なお話でしたね、はい。
あのちょっと途中怖い部分もありましたけど、最後まで聞いたと皆さんにとって聞いてよかったと思う多分回になったと思います、うん、そしてですね、今日なんと小焼きスタジオの方でもねコラボさせていただいてるのと、はい、三木大雲さんのチャンネルでも僕たち不思議な話もしてますんで、ぜひ3つともチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。今日の回が面白かった人は今すぐ高評価、そしてチャンネル登録、そしてコメント書いてください。よろしくお願いします。バイ。